こそ。前回のテストであなたの学習効果が上昇することを証明しました。私はテストを通じてより良いエグゾスーツと高性能なバトル AI を開発するための戦闘データを収集しています。2チームで競い合うことにより成果をデータとして提供してください。よっしゃ、それでは戦闘の舞台へ次元転送します。衝撃に備えてください。次元転送完了。ウォーゲームを開始します。それでは良い一日を。今から恐竜とのバトルテストを行います。エグゾファイターはウォッチャーについてきてください。目標討伐ミッションを実行。戦闘フィールドを展開します。ダプトルを召喚します。ダプトルを召喚します。ダプトルを召喚します。敵チームよりも目標を早く達成しています。ウォッチャーについてきてください。次のミッションに移行します。目標討伐ミッションを実行。戦闘フィールドを展開します。ダプトルを召喚します。テラノドンを召喚します。ダプトルを召喚します。ウォッチャーについてきてください。次のミッションに移行します。目標討伐ミッションを実行。戦闘フィールドを展開します。ガスネオ層を召喚します。接近するか撃破すると爆発します。ダプトルを召喚します。ガスネオ層を召喚します。ガスネオ層を召喚します。ダプトルを召喚します。ワンシールカムラ。ウォールピットを取得しました。フィールドに設置可能です。投票討伐完了。敵チームよりも目標を早く達成しています。ナイスワーク。目標討伐ミッションを実行。戦闘フィールドを展開します。アンキロサウルスを召喚します。ゼファーは高速移動を生かした近接攻撃で敵を圧倒します。
標を早く達成しています。ウォッチャーについてきてください。次のミッションに移行します。次のミッションに移行します。プテラノドンを召喚します。ラプトルを召喚します。ラプトルを召喚します。モビングマーカー1。プテラノドンを召喚します。ラプトルを召喚します。本気の討伐反応。敵チームよりも目標を早く達成しています。次のミッションに移行します。ナビルートを追いミッションに参加してください。ラプトルを召喚します。テスト難易度を最大に修正します。完全削除モジュール起動。あなたたちに最大の脅威をプレゼントします。準備してこれに抗ってください。ラプトルを超発生させました。たどり着く前に準備ができない場合は死があなたたちを待っています。ではグッドラックです。次元転送を開始。衝撃に備えてください。今回のファイナルミッションはエナジーテイカーです。フィールドに配置されたエナジーを入手してください。敵ファイターを倒しエナジーを奪うこともできます。 You got it, pal!デッドアイは銃撃やグレネードで敵を制圧することができます。警告、敵チームを次元移動させました。敵チームから直接攻撃を受ける可能性があります。注意してください。フィールド上にエナジーを配置します。ラプトルを召喚します。スナイパーネオソーを召喚します。エナジーを25獲得しました。Critical! 環境リセット。恐竜を消滅させます。まもなく
フィールド上に新たなエナジーを出現させます。敵ファイターの排除に成功、エナジーを奪いました。フィールド上にエナジーを配置します。敵ファイターの排除に成功、エナジーを奪いました。スナイパーネオソーを召喚します。ガスネオソーを召喚します。敵ファイターの排除に成功、エナジーを奪いました。エナジーを50獲得しました。敵ファイターの排除に成功、エナジーを奪いました。敵チームがランニアターを奪いました。敵チームが乱入してくる危険性があります。エナジーを80獲得しました。勝利が目前に迫っています。最後まで勝ち残った戦いを見せてください。敵ファイターの排除に成功、エナジーを奪いました。警告、あなたの次元に敵チームの上流が乱入します。排除するまでミッションの進行が止まります。優先的に対処しましょう。カモン、ウィニーチ。環境をリセット、上流を消滅させます。まもなくフィールド上に新たなエナジーを引き出します。敵ファイターの排除に成功、エナジーを奪いました。敵ファイターの排除に成功、エナジーを奪いました。エナジーを80獲得しました。フィールド上にエナジーを配置します。バトルテスト完了。敵チームよりも先に全てのミッションを完了しました。あなたたちは勝利しました。繰り返します、勝利しました。この結果をもってあなたたちに今日を生き延びる権利を付与しました。次回のバトルテストの召喚まで休息してください。